カシオのダンチョンセミナーにお集ままりりいいただきありがとうございます待望のダーモカメラがついに完成ということで楽しみにしていた先生方も多いのではないかともうこれでカシオが世界征服もできるんじゃないかと期待を膨らましているところです今日はですねダーモカメラを用いてお話しします5月27日完成いたしました 軽くて能力高い、まあ、臨床写真は一緒に撮れるわ変更非変更がワンボタンで撮れる非常に綺麗な写真が撮れます三連写モードダーモコントというものですレンズを変えたりとか今回それが不要になったということで大きな進歩かなと思います端っこまで全く落ちないという驚異的な解像度非常にこう均一な画像が撮れますんで AI 診断におそらく向いてるだろうと画像整理ソフトについてお話し,しますカメラとの連動性がいいと比較できるんですね 1mm 間隔のグリッドが出まますす長径短径って表示され 紹介の時に一発で印刷できる、臨床写真もダーモスコピー写真も A4 で印刷できる、ダーモカメラと連携しますお時間となりましたので、終了させていただきます。